アイテム番号、SCP-2339。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。その大きさと壊れやすさから、SCP-2339-1 は改装されサイト、125と指定された本来の発見場所に維持されます。毎週、大講堂に現代の交響管弦楽団にふさわしい楽器及び機器を設置し、SCP-2339-2 には演奏許可がおります。SCP-2339-2 には一定量の花の蜜を供給します。収容室に立ち入るすべての職員は養蜂用の全身防護服を着用しなければならず、また財団所属の養蜂専門家が少なくとも一人は常にサイトで待機しなければいけません。説明。SCP-2339 は異常に巨大なボムブステレストリス、西洋オオマルハナバチ、の巣とその中に住む蜂の総称です。SCP-2339-1 は巣の名称であり、幅およそ32メートルです。比較のため述べておきますが、標準的な欧州のマルハナバチの巣は最大容量が8400匹相当であり、はるかに小型です。大きさを別とすれば、SCP-2339-1 はその他の異常性質を示しません。SCP-2339-2 は、SCP-2339-1 に住む約8万5000匹の蜂を指します。これらの蜂はその飼養に正常な1ヶ月ほどの寿命を有し、死亡率と等、等しい速度で若い個体が生み出されています。蜂たちは外見的には正常であり、楽器を提示されるまでは、向上した知性その他の異常性質の兆候を全く見せません。SCP-2339-2 は一つのグループとして共同活動を行い、弦を弾く、鍵盤を押す、弓やドラムスティックを操作する、空気の流れを作り出すために羽を唸らせるといった形式を通じて、楽器を演奏することが可能です。SCP-2339-2 はこれらの手法による音楽、特にクラシック方面の演奏には非常に長けています。SCP-2339-2 は、一つのオーケストラとして協力パフォーマンスを行うことを好んでいるように見受けられます。蜂の約半分は楽器演奏や指揮者の役目に従事し、残りの半分は演奏担当の蜂が披露した際の交代要員として待機します。女王蜂を含む約100匹の蜂は塊を形成して指揮棒を動かし、オーケストラを主導します。SCP-2339-2 は成虫期に達した時点で楽器演奏が可能になるようです。一定期間にわたって楽器を演奏することができない場合、SCP-2339-2 は無気力状態に陥り、病気となって最終的には死亡します。毎週一度オーケストラとしての完全な演奏活動ができるようにすれば、これを防止するのに十分であることが証明されています。SCP-2339-2 は一見ランダムに選択された古典音楽を演奏しますが、パフォーマンスには毎回、ニコライ、リムスキー、コルサコフの、クマバチの飛行、が組み込まれています。SCP-2339-2 は数多くの楽曲に関する幅広い知識を持ち、新しい楽譜を提示されると極めて急速に学習します。SCP-2339 は、の、コンサートホール跡地にて、予定されていた爆破解体前の建物内検査で発見されました。巣は大講堂で発見され、検査員は異常な大きさを鑑みてこれを通知しました。財団は地方議会の情報提供者を通じてこれを知り、捜査のため派遣されたエージェントが演奏活動を目撃して異常性を見出すに至りました。